はい、こんばんは、竹下敦です。今回ね、ご紹介するのはね、ギターの弦です。こちら、皆さんお使いかと思いますが、エリクサーというですね、コーティングされている弦なんですね。車でいうところのワックスですかね。普通のね、ラウンド弦に、こう巻いてある弦にね、コーティングがしてあるんですね。で、一般的に3倍から5倍寿命が、長いと、ライフが長いと。ちょっとお値段高いんですけど、まあ頻繁に買えるよりは、もうお財布に優しいんじゃないかと。で、先ほどね、貼ったばっかりなんですがね、普通なかなか張り立てってチューニングが安定しないんですけどね、この弦は安定しますね。ちょっと和音で弾いてみますね。C の解放がね、すごく安定するんですよね。これはね、正直びっくりしました。で、弾いた感じはね、やっぱりテンション感は硬く感じます。硬く感じるんですけど、するぐらいね、チョーキングした時に不思議と弦が伸びるんです。これはね、どういう仕組みなんだかわかんないんですけどね、硬いんだけどしなやかっていう表現がいいのかな。でね、こういう みたいなフレーズを弾いた時に、どうしても弦が古くなると指が引っかかるんですよね。痛くなっちゃうんですけど、この弦はね、すべすべ、もうちょいんちょいん、全然痛くないんですよ。でね、これは驚きましたね。僕が勧めてもらったのはね、3種類のうちの、真ん中のタイプなんですけど、その他にコーティングの厚いものとね、あと、僕が今回使わせてもらった、このエリクサーのね、なんて言うんだっけ、ナノウェーブ、これが一番売れているそうです。これよりもう一個コーティングが薄いのがあるんですが、それはやっぱり若干やっぱ耐久性が劣るそうです。で、最初ね、もっとこう弾きにくいんだろうなと思ったんで、一番コーティングの薄いものを頼もうと思ったんですが、いや、真ん中のやつ全然違和感ないよって、友人に言われて、で、これエリックさんのね、これ、1046の弦をもらったんですけど、確かにこれ何の違和感もないですね。
ダダリオと比べて違うは違いますよ、確かに。確かに違うんですけど、滑らかなのと、弦が硬いんだけど伸びる、しなやかなんですよね。これはね、ぜひ使ってみていただきたいと思います。僕が遅れてるだけかもしれませんけど結構長いことダダリオにこだわってたんで、まあ、いわゆる食わず嫌いってやつですか、だったんですけど、これはいいですね。今いくらか1200円ぐらいで売ってるんですかね。最初にね、パッてエイクサー貼っちゃって、ちょっと楽器のギターのね、いろんなところの調整がまだうまくいってないなっていう状態だと弦もったいないんですけど、それまでこうダダリオでね、いろいろこうセッティングして、それからセッティングできたなと思ったらパッとエリクサーに変えてもね、何の違和感もないですね。テンションも硬いのかなと思ったんですけど、これオクターブチューニングもそのままでいけちゃいますしね。これはいいですね。これ改めてご紹介しますね。これですね、エリクサーの、ナノウェーブ、今更ながらにおすすめですこれ使っちゃうとなかなか他使えないかなっていうぐらいにいいです。そんなわけで、また次回の動画でお会いしましょう。See you soon です。バイバイ。本当にいいよ。